アナマリベレンシェクは、スロベニアのゼリエ出身の柔道選手。階級は 78kg 級及び 78kg 超級。身長 175cm。現在は、スロベニア国防省に勤務。2015年の世界ジュニア 78kg 級2位のクララ・アポテカルは、義理の妹にあたる。柔道は8歳の時に三角クラブで始めた。 2010年にワールドカップソフィア 78kg 級で優勝を飾った。世界選手権では2回戦で敗れた。世界ジュニアでは決勝でブラジルのマイラーギアルに敗れて2位だった。2011年のヨーロッパ選手権で3位になるが、世界選手権では3回戦で敗れた。ワールドカップタシュケントとワールドカップマルマトイでは立て続けに優勝を果たした。 2012年のヨーロッパ選手権でも3位になるが、ロンドンオリンピックでは初戦で敗れた。グランプリ、ジンタオでは優勝した。2013年にはヨーロッパ選手権で2位となるが、世界選手権では2回戦で、日本の佐藤ルカの技ありで敗れた。グランプリリエカでは優勝した。2014年のグランドスラムパリでも優勝を飾った。世界選手権では準決勝で、 アメリカのケーラ・ハリソンの前に敗れるが、3位決定戦で北朝鮮の設計を破って3位になった。2015年の世界選手権では決勝で日本の梅木真美に敗れて2位だった。2016年のリオデジャネイロオリンピックで準決勝でハリソンの腕座十字型で敗れたが、3位決定戦でドイツのルイーゼ・マルツァンを締めようとして銅メダルを獲得した。 オリンピック後に膝の手術をして6ヶ月間柔道をしなかったために体重が増えたので2017年からは7 8ラム超級に階級を上げるとグランプリタシュケントで優勝を飾った。2021年7月に日本武道館で開催された東京オリンピックでは2回戦で敗れた。愛婦世界ランキングは1302ポイント獲得で24位となっている。 70kg 級での戦績 78kg 級での戦績 78kg 超級での戦績。ありがとうございます。